新党第36弾飼育管理時系列種親選び、このか、このこれを収録するちょっと前ですね、ツイッターで皆さんに、あとは会員さんに一部で、種親選び、その同じサイズのオスがいたとします。顎が大きい方を選ばはるか、体が大きい方を選ばはるか、どちらですか、それと、理由ももしよろしかったらということでお願いしました。で、ご返答いろんな方からいただきまして、皆さんお時間取っていただいて本当に感謝申し上げます。もうありがとうございます。さすが皆さん、ブリーダーでね、いろいろな理由があってやってはるんやなあいうのがよくわかりました。でね、これ誤解なきようにお伝え申し上げますね。間違いなんて誰もいないんですよ。で、これはね、皆さんがせっかくもうたんでおべんちゃら言ってるんじゃないんですよね。やっぱブリーダーさんでやってこられた方ってね、なんちゅうのかな、その生物学的な実験はさておいて、ブリード目線でね、形とか結果とかでね、いろんな試行錯誤されてきたっていうね、意見がようわかるんですよ。やからこそ、間違いではなくて、で、これはすべてね、において、これ間違いではないというのは、みんな、細胞を持つ、いわゆる細胞を持つ生物というのは、単細胞でも多細胞でも全てゲノムを持ってます。で、その DNA ね、遺伝子を持ってます。それが、必要な時に、必要な分をねが、体の中で発現して、で、体形成を行っていくんですよね。で、クワガタの場合はですね、幼虫の時期はですね、これせっせかせっせかね、反芻しながら、栄養価を蓄えるわけですよね。で、幼虫元気、いわゆる、元の気質が、発育していくわけですよね。クワガタの場合は祖先型言ってましたよね。で、全葉になって、で、遺伝子 DNA からね、今度転写された mRNA が、転写されて、で、体を作っていく、材料ね、で、体を作っていくことになるんですけど、ですね、僕の一つの、考え方です。ある実験下においてですね、全容、もしくは、さなぎ期前半ね、完全に。この時期においてですね、もう一回言います。全容、ないしはさなぎ期前半。ここは、幅を持たせて言いますね。で、その時期にですね、ある種クワガタです。もちろんクワガタです。JH、陽弱ホルモンを投与する実験をされました。もう体は、ある程度出来上がってます。で、そんなにむちゃくちゃ大きくないサナギですけど、幼虫ですけどね。その幼虫がですね、JH を投与されて、体に見合わない異常な顎の大きな長さになったんですよ。大きさにね。で、皆さん、これは前から言ってるんでご存知ですけど、クワガタは顎を武器としてますよね。その、武器である顎を形成するのはね、やっぱり栄養価の高いところで、過ごさせた。これはあくまで、おおよそですけども、木材の普及された中に、菌糸であろうが、マットであろうがです。中にいる、在飼育も含めてね、ものとして一応考えてくださいね。その中でですね、栄養価が高いとね、やっぱり武器の形成を、大きくできる。もちろんそうですよね。エネルギー源もそうですし、材料も、たくさん取れるということなんでね。でも皆さん、いつも僕言うてることです。なんぼ餌が、
栄養価がその幼虫に対してですよ、そのあまり普及されてない状態を好む種類とめちゃめちゃ普及されてる状態を好む種類の割合ね、要はその段階に応じて栄養価が高いって考えてくださいよ。はい。で、その幼虫が栄養価が高いんですけど、特に入れてるんですけど、では栄養価が高いだけで栄養を摂取できるのか、栄養分解吸収できるのか言ったらそういうことはないですよね。いつも言うてるように微生物がたくさん湧かないと、これ手伝ってくれる微生物がないと、これなんぼ栄養価の高いところに入れてても無理やっていうことですよね。でも無理なんですけど、その先もう一つ、ここが今回の一番の僕の皆さんに伝えたいことなんですよね。見えないけどもどうするかなんですよ。で、見えないもん、出てきた形のもんをどう捉えるかなんですよ。これを僕なりの意見を申し上げますとね、顎が体に見合わず大きくなったもんっていうのは、もちろん栄養価が高いところに、ね、顎もそれはあれです。ただ体が大きいのも当然栄養価が、高いところ、それも言えますよね。で、遺伝がその顎が体に見合わず、ショートのが出てきたいうのもありますし、で、いやいや横に出てきたいうのももちろん考えとしてあります。これ全て僕支持します。ただね、武器形成の実験をされた時の、裏付けとしてある程度推測できるのは、これね、さなぎ、もう一回言いますよ、さなぎ期から、ごめんなさい、前葉期からさなぎ期前半にかけて JH 葉弱ホルモンを投与しはったんですよ。で、顎が異常に伸びた個体が、出てきたということなんですよね。で、さなぎ期、ごめんなさい、前葉期、ややこしいね、前葉期からさなぎ期前半ぐらいまではね、特にその中で、一部分ですけど、mRNA がドワーッとたくさん出る時期があります。当然ですよね、体作らなあかんのですからね。はい。で、その時期に投与された JH でそれで大きくなってるんですよね、顎が。皆さんちょっと不思議やないですか。いやいや、もう栄養取ってないじゃないの。栄養取ってないのに、栄養を取ってないのになぜに顎だけ大きくなるのっていうことなんですよね。これね、これ想像です。これね、多分ね、その栄養が多分顎にいってると思います。で、その葉弱ホルモンを投与しはったのは基本的には荒田体らしいんですけどね、皆さん、さなぎ期でも窒素化合物が非常に重要や言うてたことを思い出していただきたいんですけど、取ったもんが全て前葉期で何もかも決まるっていうことではないんですよ。で、もちろんそこにはね、絶対数である餌の量っていうのが、栄養価っていうのが必要なので、この幼虫時の臨界体重っていうのも非常に重要なもんになってくるんですけどね。それでしたら全体的にもっと大きくなるということになるでしょ。でも、顎が伸びた個体っていうのは、ここからは僕の完全な推測ですけど、顎が伸びた個体っていうのは、産齢になってから徐々に葉弱ホルモンが、なくなってきます。徐々にね、多分徐々にです。で、個体によってその製造される新た体で葉弱ホルモンが製造される、量もしくはタイミングいうのは個体によって変わると思います。これは 100% 言ってほど当たってると思います。ただ顎が伸びる個体って多分ね、その JH が他の個体よりかは長く製造されてるんじゃないかなと思います。で、そういう個体っていうのは、いわゆるその葉弱ホルモンっていうのはどういうことか言うたらね、成長ホルモンです。その、
幼虫の段階を維持しようとするんです。で、維持するっていうことはいわゆる成長できるということなんで、そのね、顎が伸びてる個体っていうのはその時期がだいぶ通常よりは長いのかなと思うんですよ。で、何らかの形で顎に行ったんですけど、これをもっとたくさんの微生物よんで、栄養価をたくさん吸収すると体も多分ついてくると思うんですよ。以前言ってた僕の少しちょっと、少しがだいぶ考え方が変わっとるんですけど、ホルモン分泌の出方ってこれね、脳の中の PTTH いう物質がですね、資料を出してホルモンが脳制御とか、するっていう、ざっくり言えばそういうことなんですけど、これね、これは多分遺伝じゃないかなと思うんですよ。で、それを全部まとめるとですね、顎がよ、体に見合わずよく伸びる個体って、遺伝的に陽弱ホルモンが産齢においても長く、残存し続けるタイプではないかなと思います。で、そういう幼虫をいい餌の、栄養価の高い餌、段階的によりますよ。ね、真新しい菌糸だけは栄養価が高いっていうもんじゃないですよ。これは種類によって変わるんでね。やけど、その栄養価の高いところに入れて、しかも微生物をたくさん沸かして、しかも、幼虫時に臨界体重を増やす、このことができれば、あとは、さなぎ期において、窒素化合物のたっぷり含んだ、その、洋室に中が作れればね、これは、史上最強の個体が出てくる。史上最強がどういう個体なのか分かりませんけどね。皆さん の, たあの好き嫌いによっては変わりますけどね。例えば大きさによっては、まあ、そういうことが出てくるんではないかなというのが、僕の、考え方と、で、それに対する理由、意見です。はい。一つの意見として皆さん捉えてください。はい、今回も最後までご視聴ありがとうございました。